本日紹介するのは、タレントや女優で活躍する篠田麻里子さん。1986年3月11日生まれ、福岡県糸島市出身。女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーで、卒業した2013年7月22日時点ではAKB48 の最年長メンバーであり、お姉さんキャラとして知られた。2005年に AKB48 の第一期オーディションに応募、最終審査で中島みゆきの悪女を歌うも合格者24名に入らなかった。その後 AKB48 劇場内カフェのスタッフになることを打診され上京し、12月の AKB48 活動開始時よりカフェっ子としての勤務を始めた。2013年6月8日 AKB48 から卒業することを表明した。2019年2月16日に3歳年下の一般人男性と結婚したことを2月20日に発表した。10月22日第一子を妊娠中であることを結婚パーティーで明らかにし、10月30日インスタグラムで公表した。2020年4月1日女児の出産を報告。同年8月3日 YouTube に公式チャンネル篠田麻里子んちを開設した。2021年5月6日に日本マザーズ協会が主催する第13回ベストマザー賞2021芸能部門を受賞し、6月17日に協会の子育て応援ママ応援大使に就任したことが発表された。2022年12月既婚者との不倫行為が報道される。愛称はマリコ様、マリコさん、シノマリ。 AKB48 の中でも女性からの支持が高いメンバーとして知られ、167センチメートルの長身に細身のモデル体型、グループ最年長の姉御キャラ、目の魅力などが理由に挙げられている。血液型は A 型、星座は魚座、3サイズ87、57、85。加入初期のニックネームはマリリンだった。このチャンネルがいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。